そのヌルジョ2ってエッチなゲームですよね。そう、美少女ゲーてか神ゲー。そのね、年齢制限があるんじゃないかって。オッケー、問題なさそうだね。え、待って、今のなし。ブス、無理無理無理、笑うなんて無理すぎ、にやけちゃうに決まってんじゃん。だって今相当嬉しさ半端ないし。待って、めっちゃ可愛いじゃん。なに、古城くん初期どうしていいかわかんないんだけど。てかこれおうちデートってやつ。待って、やばない、絶対そうでしょ。そうだよ、だって最近おじいちゃんいるから違うけど、久しぶりに永遠に続いてほしすぎる。そうはいかないなのです。っていうか、やっちゃうそんなんしたらやばくない。クッソ女子じゃはずお、見た目かなり良きじゃん。はあ、オムライス楽勝すぎだし、あと卵でくるむだけじゃん。全然余裕。勢いで二人でとか言って、やばてか顔赤いのバレてたら初。待って、けど夏休みめっちゃ会える、え、無理なんだけど。やばみ、北川さんとても綺麗でした。